大阪府立柏原東高等学校は大阪府柏原市にある公立高等学校。府立109番目の高校として昭和後期の1977年に地元の強い要望で新設。柏原市で唯一の府立高だったが定員割れは続き2020年度で廃校となる。略称はカシトン。109番目の大阪府立高等学校として 1977年に開校した。当初は校舎だけで、体育館もプールも食堂も未完成。加えて、最寄駅の開業も9年後で、通学も山と川沿いの不動にある細い歩道を延々と歩き、最後に川沿いから見上げればそびえ立つ、山のような心臓破りの坂を登る状態だった。1995年頃中退者100人が出る。 教育困難校だったため、大阪府教育委員会は、下配教員8名を配置。高校側は中退者の集中する1年生に、教員を投入し、7クラスを8クラスに増やして、高校独自の35人学級に編成した結果、中退者10人程度に急減した。以後も1年生は35人学級で、基礎学力の充実に力を入れ、2から3年生では進度に応じて、 多様な選択科目を用意。2010年度より、柏原市立中学校6校と連携の、柏原地域連携型中高一貫教育を実施し、諸者、書道の共同展覧会を開くなどの連携を進め、2011年から、対象中学校について、連携型中高一貫教育に係る入学者選抜を実施していたが、逆に募集定員割れが幾年も続くようになった。 もともと、段階ジュニア世代の進学する1980年代の高校生急増期を過ぎ、少子化に突入した1999年の段階で余裕教室が6教室も発生。同様に6教室が発生していた隣の八尾市にある大阪府立八尾東高等学校と大阪府立八尾南高等学校の2校は、すでに2002年に統廃合され、 大阪府立八尾緑小高等学校となっていた。そして柏原東高校が40周年行事を終えた翌2017年度の入試で、府立高校を再編基準に該当したことから2019年度から生徒を募集せず、八尾緑小高校へ機能統合された。同時に柏原市立中学校6校の卒業見込み者に対する連携型中高一貫教育にかかる 入学者選抜の実施も中止になり、柏原東高校も在校生の卒業する2020年度末で廃校となる。なお、柏原東高校だけの廃校に見えるが、あくまで、昨日統合は2校の特色ある取り組みを継承させる再編整備であり、八尾緑小高校は公明こそ変わらないが2019年度に再編されたことになっている。並行にあたり、 同校の同窓会が積み上がった会費の使途を議論した結果、ベトナムは、爆山省の農村にあるティエンソン小学校、キムソン文校に、カシトンの愛称と効果を継承打診し、老朽化した校舎の建て替え費用として寄付した。文校は校名を、キムソンカシトン文校に改め、効果もメロディーはそのままにベトナム語に改められた。明るく、生き生きとした学校生活を通して、 真理と平和を愛し、勤労と責任を重んじる、心身ともに、健全な、社会の優位な形成者を育成する。三つのモットー自らの品位を高めよう。困難に打ち勝つことに喜びを見つけよう。進んで公共に奉仕しよう。ありがとうございます。